今日のテーマはズバリこちら。あなたはなぜその研究開発を？世の中に存在する多種多様な研究、私たちの生活を豊かにするテクノロジーも研究に研究を重ね次々と開発されていく。それって当たり前ですよね。何かを開発するには研究が必要に決まってますよ。そうそう、こうした AI 技術もその一つですよね。でも未知のアイデアを形にする研究は一体どうやって始まるのか。ということで、世界初のすごいものを作った人に開発のきっかけから思い描く未来像まで聞いちゃいます。最初の世界初は東京のとあるオフィスから。よろしくお願いします。トリプルダブルジャパン代表中西と申します。よろしくお願いいたします。こちらが世界初のあるものを手掛けた中西さん。世界で初めて開発したあるものっていうのは一体何なんですか？はい、それはこちらの D フリーという商品になるんですけれども、これをお腹に貼ることで今膀胱の中にどれぐらい尿があるかというのをこのスマートデバイスに、表示するというようなものになります。そう、世界初、おしっこをするタイミングを予測して教えてくれるデバイス。すぐ測定できるんですか？そうですね、つければもうその瞬間に今どれぐらい溜まってるか、スポット計測というようなものもありますので分かります。ということで番組スタッフが体験してみることに。下腹部に先ほどのデバイスを取り付け、 Bluetooth でつないだ端末で操作するだけと簡単。10段階で尿の溜まり具合が分かるそうですが、8、膀胱パンパンな感じ。まあパンパン、まあまだ我慢はできるけど、まあ普通だったら普通行ってるよねっていう。今、はい、急いで行きたいなと思ってます。トイレは我慢せず行きましょうね。この排尿予測デバイス、ある業界を救う画期的な開発なんだとか。介護施設ですとか、あるいはご自宅で介護をしてらっしゃる方にお使いいただいているのがメインの、まあ、使用用途になるんですけども、障害があるお子さんにご家族が使われているケースなんかもあります。介護業界の大きな問題、排泄介助をサポートする役割が期待。全国500の介護施設で導入されているそうです。ではこのデバイスをどんなきっかけで思いついたのか。なんでこのデバイスを研究開発しようと思ったんですか？アメリカに留学しておりまして、いうのがですね、こちらの開発のきっかけになります。そういうきっかけなんですか？世界初が生まれる意外なきっかけとは？スタジオで詳しくお聞きします。ゲストをご紹介いたします。世界初の排尿予測デバイスを開発されました、トリプル W ジャパン株式会社代表取締役の中西敦さんです。中西さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。排尿のタイミングを、ね、可視化するデバイスということですが、まず仕組みを簡単に教えていただけますか？はい、こちらが実際の、センサーになるんですけども、大きさでいうと500円玉2枚分ぐらいで、重さでいうと炭酸電池1本分ぐらいなんですけども、この中に超音波センサーが入ってまして、まあ、皆さん人間ドックなんかでエコー検査をすると思うんですけども、はい、仕組みと全く一緒でして、こちらのセンサーで膀胱の膨らみをですね、捉えるということになります。はい、で、実際にですね、こちらデモの画面にはなるんですけども、まあ、0から4になって4からさらに溜まるとこういう形で、音が鳴って、そろそろです。まあ、はい、音は音声ですか、まあ、恥ずかしい方は当然消すこともできますけど、はい、調整ができると、まあ、こういったようなものになります。1から10で大体6から7ぐらいで尿意がこう
感じられるみたいな。そうです、まあ、人によってそこは、うん、大きく違うんですけれども、はい、はい、で実際にですね、実は堀さんに装着してもらってるんですね、はいはい、堀さん どうですか それで尿意はどのぐらいなのかみたいなことを含めて。結構もう気分的にはパンパンなんですそうなんですか。すいません、我慢してもらってる状態なんですね。いやでも、はい、一応探っていただいて、うんうん、つける位置ここら辺ですねって言って、はい、で最初つけた時にもうパッと数字が出て、あ今こういうコンディションなんだって。あ、そうですか。でそこからまあ一応僕、まあ、企画なんで、うん、トイレ行かないで、はい、今ずっといるんですけど。あ、そうですか。で今いくつかって分かるんですか、堀さんについて。はい、実はこちらに計測してる、はい、実際の数値があるんですけども、はい、5まだいけます。まあこれは何ですか、パーセントではないですので、うんうんうん、絶対値で、まあ、10枚貯められる人もいれば、まあ、5までしか貯められない人っていうのがいますので、はいはい、まあ、堀さんの今の5が、まあ、すごい行きたい状態なんだってことなので、あ、そうなんですね。まあ、なるほど。5の手前4ぐらいでお知らせをすればですね、うんうんうん、ちょうどいいタイミングで。まだ行かなくても1回はこういう形で、はい、つまり1から10までなんだけれども、うん、マックスが人によって違うと思っていいと。そうです、おっしゃるとおりです。それをいつも見てるから分かると。あ、そうですね、まあ、1回か2回やってもらえば分かりますので、うん、その人にとっての尿意っていうことが分かると。そうですね、こういう形で今7でお知らせしてるんですけど、まあ、6にちょっと下げるとかですね。あ、確かに。こういうことで、超音波ということでしたけど、はい、ずっと出てるんですか、それとも時間ごとに出てくるのか、操作すると出るのか。あ、まあ、一定時間に1回とか2回のこう定期的に出しているという、はい、その超音波自体は体には害はないと思う。そうですね、はい、うん、いうことですね。あんまりしかもね、なんかつけてる感ないんですよ、あんまり。あ、そうですか、うん、つけてる感もない。あんまないです。ベルトかなんかに入れて腰紐で巻くみたいな感じなんですか、うん、なんかもう直接もうなんか開けちゃうと見えちゃうからですよ直接貼ってるんです。あ、貼るんですか。貼るんです、うん、でちょっとすみません、今立ち上がられたので、うん、ちょっとびっくりしちゃった。ちょうど今トイレのお知らせが今来ました。ああ、立ち上がったタイミングで。あ、なんか降りてきたって感じですねすごいですね、リアルタイムね。なるほどなるほど。ひなきさんどうぞ。すいません。あ、そのつける位置によってじゃあ変わってしまうってなると、その一人一人でも同じ人でもそのつける位置ずれちゃうと、またその計測のマックスが変わっちゃっちゃうってことなんですか。そうですね、ですので大事なのは、うん、まあ、同じ場所に装着するっていうことが大事になってきまして、うんうんうん、でそれを決めるための印というのをですね、つけるっていうところもですね、我々の開発している専用の装着シートにはついているそういうことなんですね。そうすると、なんかそう地方の方とかだと触っちゃったりしてずれちゃうっていうのは今のところじゃ防げない。あ、結構シールで結構しっかり目には貼ってはいるので、うんうんうん、ずれるってことはそれほど多くはないですね。しかも貼ってそこで、まあ、パンツなりズボンなり履いてたらそこでもうガードされてるので、うん、なんかあんまりそう、ね、外でわーっと触っててもずれるような感じではない。ずれるというよりはもう完全に外されるケースの方がむしろ、うん、あるっていうところですかね。さあ、そんな中ですけども、そもそも研究開発に取り組むきっかけが、ね、意外なものだったということですが、どういうことなんでしょうか。はい、これは、アメリカにですね、私留学しておりまして、まあ、引っ越しをしてたんですけども、うん、その最中に、大便を思いっきり漏らしてしまいまして、うんうん、でもう二度と漏らしたくないなというところからですね、はい、まあ、こういったトイレのタイミングを事前にお知らせするデバイスが必要なんじゃないかということで、はいはい、開発に至ったということですね。で現在は今そのありました通り排尿の、まあ、装置を開発されたと、はい、でさらに未来はその排便の方、そうですね、もちろんです。これはどこら辺まで進んでていつ頃実現しそうなのかっていかがですか。排便の方に関して言うと、うん、今その腸の動きをですね、うん、同じく超音波を使って、まあ、モニタリングするというようなセンサーそのものはできてますので、うん、まあ、ここからですね、データをさらに収集していって、まあ、どういう、まあ、腸の動きになったら排便に、つながるのかというところをですね、今抽出しているというような状況です。どのぐらいのタイミングですか、見通しとして。いつもの販売ですか、うん、実用化するっていう、まあ、ちょっともうまだちょっとそこまでは見えないですけど、はい、ひろゆきさんどうぞ。いや、なんか結局その便意はあったにもトイレに行かなかったっていうのであれば、センサーがあったとしても行かなかったから一緒じゃねって気がしちゃったんですけどうん、確かに
どういう場面で現実的にこの排尿の方ですけどもね使われるのか、それこそ介護施設みたいなことも含めてどういう、こうイメージなんですか現実、実際にですね、使われているケースなんかで言いますと、例えば、脳卒中の後ですね、麻痺なんかがあるですとか、パーキンソン病でやっぱりこの自分が気づいた尿意だとやっぱ間に合わなくて漏らしてしまうというような場合ですと、やっぱりもうトイレの近くでしか生活できないというふうになってですね、やっぱり外出もなかなかできなくなっていくんですけども、こういう今どれぐらい溜まっているのかっていうのが分かることによって、まあよりその行動範囲を広げていただくというようなところですとか、あるいは認知症も結構その軽度な場合ですと毎回毎回失禁しているというよりは、まあ1週間に何回かこうふとそのこれが尿意だって気づかずにですね漏らしてしまっていると、でそれをご家族が見られて、あそろそろトイレだよというふうに声掛けするだけで、あトイレなんだということを自分で行かれるということで、まあこのあたりで介護されている方もですね、かなりそのご自身がご自身介護されている方がですねトイレトイレと結構心配されるんですけども、それに振り回されずに済むというようなところ、介護している人にとってみればね、数値で見られるっていうのは分かりやすい、すね、タイミングが分かるってことですね。そうですね、はい、そしてそれデータが集まっていくから周期、どうぞ樋口さん、その今数値に関してはその個人で大体マックスこれぐらいだよねみたいな結構曖昧なやり方をしてるんですけど、例えばかなり細かくちゃんと同じところに設定して同じ角度でやってってなると、あと何分トイレに行かなくても大丈夫ですみたいな、その何分持つかみたいなのを出すことは可能なんですか？チャレンジしたいと思います。確かにね、逆算して、それこそ周期があったりする、うん、ただ飲んだり食べたりする量がね、違ったりするとっていうのはあるかもしれませんね。ゼイさんどうでしょうか？いや僕は海外行く時にはいつも大人用おむつを持って行ってたので、おっしゃる通りトイレがなか長い間なかったりとかするので、特にセスナとかで移動とかやと、もう絶対トイレないんで、っていうところ、もしあったら便利やったんかなとはちょっと思いましたけどね。どうですか、世界ではこれどのぐらい使われるのかとか、どうこれから今、はい、アメリカの方にも拠点がありまして、世界でいうと今20カ国ぐらいですかね、実際には病院で検証なんかも含めてですけども、使っていただいたり、お借りしていいですか？あ、もちろん。でも本当簡単に言ってこれで尿の量が分かるってすごいですよね。そうです、ね、なんかそれがこう可視化できる時代が来てるって、こんなに簡単に、そしてスマホとかに落とし込むんですね、はい、そう考えたらそこまで来たのかみたいなね。便については後ほどっていうことで、言ってみれば尿と便分かったところで排泄全般が分かるようになるって考えればいいわけですよね。 はい、その未来がかなり近いところまで来てる、ということなんだろうと思います。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。